今回は危険生物について解説していきます。今回の生物はどんな生物なんだ？今回の生物は汚れです。テレビで見たことある人もいますかね？大半の人は見たことないだろうな。汚れはメジロザメ属に属するサメの一種。世界中の暖海の外洋に生息する大型種で、全長3メートル程度。ヒレの先端が白くなっていることが特徴である。魚類を中心に、見境なく何でも鈍食する。胎盤を形成して子供を産む。人を襲うこともあり、危険性がある。絶滅が心配されていて、漁獲が禁じられている。日本における地方名はヒラガシラ、琉球メジロ、モブカ、流れブカなどがあり、沖縄ナワウフバニー。生息地や好む水温は？最も広く分布するサメの一つで、分布域は全海洋の熱帯から亜熱帯海域に広がる。外洋性で、沿岸部には少ない。海表面から水深約150メートルで見られる。20度以上の水温を好む。体の特徴は？最大で全長 3.5 メートル、体重 167.4 キロ。ほとんどは3メートルに満たない。メジロザメ類の中では特徴的な外見で多種と区別しやすい。体型は流線形。背側の体色は灰色から褐色で、オリーブが狩ることもある。腹側は白色。糞は平らでカーブする。背びれ、胸びれは非常に大きい。丸いカーブをカクカクヒレの先端部には、明瞭な白斑が見られる。境界は不鮮明で、汚れのように見えることからその名がついた。両顎歯は異形。上顎歯は幅広の三角形で鋸歯縁を持つ。下顎歯は細身の三角形で、先端付近のみ鋸歯縁を持つ。いずれも単線頭である。生態は？外洋性のサメで、普段は海表面近くをゆっくりとしたスピードで遊泳する。基本的には単独で行動し、プリモドキやコバンザメ、シーラを伴うことが多い。またコビレゴンドウの群れに混じって行動することも報告されている。餌生物は主に甲骨魚類で、他に頭足類や甲殻類、海鳥、海亀、哺乳類鯨類の死骸などが含まれる。また海に浮遊するゴミを口にすることもある。外洋という餌が乏しい環境に生息する汚れは機械選択的捕食者であり、好奇心旺盛とみなされるかもしれない。餌を見つけると動きが活発になり狂乱作事と呼ばれる状態になることもある。胎生で、胎盤を形成する。妊娠期間は10から12ヶ月で、産子数は1から14尾だがそれ以上の胎児を持つ可能性もある。生まれた時の大きさは60から65センチ。オスは 1.7 から 1.9 メートル。メスは 1.8 から 2.0 メートルで成熟し、この時の年齢は6から7歳に相当する。成熟年齢は4から5歳という報告もある。間接的に人間にも影響を与えている？日本では毎年14トン程度が水揚げされ、そのほとんどがマグロハエナワによる混獲である。資源量は減少傾向にあり、大西洋マグロ類保存国際委員会、全米熱帯マグロ類委員会、中西部太平洋マグロ類委員会の規制対象になっている。2010年の CITES 第15回締約国会議では附属書 II への掲載が提案されたが、否決された。肉はヒレのほか、干し肉、燻製、魚肉練り製品などに加工される。ヒレはフカヒレに利用される。脊椎骨や皮も利用される。大きなヒレはフカヒレとして人気がある。どう危険なんだ？生魚は人に対して、やや危険である。海中で遭遇した場合は、細心の注意を払って行動する必要がある。沿岸性のものでは、ホホジロザメ、イタチザメ、オオメジロザメが人間に危険とされているが、
外洋性の種では汚れは最も危険なサメの一つである。海洋学者の専門家は、汚れについてあらゆるサメの中で最も危険と述べている。しかし、襲撃は沿岸ではなく外洋で行われるため、残された記録は多くない。戦没艦船の事例として、1942年にイギリスの客船ノバスコシアが南アフリカ沖のインド洋で沈没し1052名の乗員のうち858名が死亡した際や、1945年にフィリピン海で米国海軍の従巡洋艦インディアナポリスが沈没し約800名の乗員が死亡した際には、多くが汚れの犠牲になったとされる。2010年11月下旬から12月にかけて、エジプトの紅海沿岸のリゾート地シャルムエルシェイクで海水浴客が相次いでサメに襲撃され、死傷した。沿岸での被害ではあるが、これは汚れによるものと考えられている。実際は危険性がほぼない可能性も指摘されている。前述のインディアナポリス乗員の複数の生き残りらも、数日間にわたる飲料水欠乏が問題であり、サメはほとんど気にならなかったと証言している。飼育できる？飼育された記録は？飼育は難しい種ではあるが、同じく外洋性のサメであるヨシキリザメやアオザメよりは飼育環境に慣れやすい。海外では、1992年9月21日にアメリカ海洋漁業局が北緯10度の赤道付近海域で捉えた70センチ、4.5 キロのオスの幼魚がワイキキ水族館に運ばれ、直径6メートルほどの水槽で飼育された。この個体は翌日に餌のイカを食べ始めたが、糞先の傷が深かったため、海洋生物研究所の飼育施設に移され観察がなされた。しかし糞先の傷が治らず、約1年3ヶ月後に死亡した。バハマにある水族館施設のコーラルワールドでは1989年5月に捉えた 1.2 メートルのオスの汚れを 1.5 時間かけて輸送し展示水槽に搬入した。展示水槽でペレスメジロザメやコモリザメと混泳し、餌も数日で食べ始めた。しかし、飼育数ヶ月で餌を受け付けなくなり、飼育1年後には水槽に胸びれをすり始め、状態の改善が見られなかったため、1990年10月に放流された。時期は不明だが、インドネシアのジャカルタアクアリウムでは1メートルの汚れを2日間かけて輸送し、1.5 メートルになるまで飼育した。モントレイベイ水族館では2000年10月に捉えた、1.5 メートル、22キロのメスの汚れを2003年12月22日に感染症で死亡するまで飼育した。日本国内では1988年以前に国営沖縄記念公園水族館が黒潮の海水槽で展示に成功し約7ヶ月間飼育したが混泳していたオオメジロザメに被食された。この動画で出てきた個人的に気になった生物紹介。ブリモドキは、スズキ目アジ科に分類される魚の一種。全世界の段階に広く分布する海水魚である。大型魚、船、流木などについて泳ぐ習性から、パイロットフィッシュという英名がある。日本での地方名として登り刺し、辰巳、西郷ブリ、沖ノウオ高知などもある。成魚は全長40センチほど、最大70センチに達する。体は防水系で、水色銀灰色の血に6から7本の黒い横じまがある。ゴンドウクジラ属は、クジラグーテイ目ハクジラー目マイルカカに属する属の一つ。ゴンドウクジラ属はイルカとして扱われる種が多く属するマイルカカに分類されるが、その形態は、口吻が額のメロンより先にあまり長く突出しておらず、いわゆるイルカらしい顔つきをしていない。そのため、体の大きさや系統分類学的位置からは十分イルカとして扱われておかしくないにもかかわらず、慣習的にイルカとしては扱われず、クジラとして扱われることが多い。ゴンドウイルカと呼ばれることもある。
ご視聴ありがとうございました。他にも様々な動画を出していますので見ていただければと思います。終わり。